上が間接的な、より間接的なもの、下
下がより直接的なもので、上の方から一般的で10代の高校型式で、下の方に従って、まあ、消極的なものというふうに並べてみましたけれども、まあ、非常に一般的なものが、候補者、関係などの出版物とかですね、であとはプレス対応、マスメディアの登場、それからウェブサイトであったり、でソーシャルメディアになると少しはその構成が出てきます。で、直接的なものとしては、講演会やコンセンサス会議、で科学イベントや実験教室で毎授業になりますと、より対話型になり、サイエンスカフェでは見学対応は、もう1対1のフェイスブックの対応になるというふうに考えられます。はい、で先ほどお話ししましたように、その研究者のアウトリーチ活動の、まあ、実態と課題というものを、JC の校長会、科学技術と社会のというのの、報告書から、ウェブで公開されている報告書から拾ってみました。これは700人以下の研究者と一般の方にアンケート調査をした結果になります。この中から、まあ、めぼしい結果だけをご紹介します。まず、研究者は対話型自体をどう捉えているかということなんですけれども、ちょっと見えにくいですが、まあ、上が研究者でしたら一般なんですけれども、その点線で囲ってあるところを全体でですね、すでにやってたり、やってみたいとか、やってみてもいいというふうに前向きに回答している方たちで、結構7割の方たちがやってもいいというふうに考えているということで、対話に対しての、気持ちの素地ができているということが、こう、からくられるということです。で、研究者が対話の目的をどう捉えているかということが、このグラフでちょっと見えにくいんですけれども、研究者は説明義務というふうに考えているらしい。しかしですね、下の方の一般側の方の方たちの意見を聞いたところを、まあ、義務というよりも、知識向上のために協力してほしいし、研究者のためにも有意義だというふうに、まあ、非常に大らかに考えていただいているということらしいです。で、次にですね、研究者が対話活動に対する認識なんですけれども、まず誰に話をしたいかということなんですが、どうも研究者は一番話をしたいのは大学生、高校生である。次は大学院生、企業人ですね。で、あと、他分野の研究者と社会人というふうに続いていって、まあ、市民団体や消費者団体というのは最も低くなっているということらしいです。で、一方、聞き手側の傾向を見ると、大学生や高校生層の科学技術への関心は、他の層に比べると低いということで、研究者が一番話したいと思っている大学生、高校生というのは、あまり科学技術に興味がないということらしくて、この報告書では、研究者は高校生、大学生に関心を持ってもらうことを目的とした対話をすればいいんじゃないかというふうに書いてあったんですけれども、まあ、これは私の試験なんですが、話すべき相手や対話を望んでいる相手にフィットした対話を行うべきなのではないかなというふうにちょっと思っています。次に、研究者の対話活動に関する認識なんですけど、話したい内容なんですが、まあ、研究者はですね、話したいのは自分の研究の話。で、市民が聞きたい話題というのは、身近な話題となる傾向にあるということです。で、報告書では、研究者は聞き手の身近な話題から入る必要がある、対象を考慮して話題をやることが重要だということがあって、私も広報担当者として、イベントを開催するときは、実はこれに非常に留意しています。イベントに来てもらいたい対象の方に受け入れてもらえる研究内容というのを出すようにしているんですけれども、でも、話し方次第とか、研究者が話したい内容も話し方次第とかイベントをすれば研究者が話したい内容を見てくるのではないかなというふうに考えてもおります。で、次に研究者が実施している対話活動の実態なんですけれども、一番多いのが出前授業ですね、まあ、ラボでやっていることをそのままそのままではないですけど少しトーンダウンしてやればいいということで、まあ、非常に実施しやすいという次が、所属機関が開催する市民講座、新興人のセミナーになって、で、学会が開催する市民講座、次が学会誌を除く科学雑誌への市民通知、で、ウェブサイトやブログというふうに続いていって、で、一般公開、マスコミの説明、国民向けの課題接種パネルの出発をサイエンスカフェというふうにな、順序になっています。で、一方ですね、市民の方なんですけども、市民には、どうやって科学技術、科学技術の方法としてどうやって一番適しているのかという質問をしたところ、テレビ番組が一番だというふうに考えているので、この報告書では、テレビ番組の活用を考えたらいいのではないかということで、私たち
司法法官も定番組に出せるような努力をしているところなんですけれども、ただまあ試験なんですけど、まあ、今その例えばサイエンスカフェですとか、そういう対話型のイベントが充実していないからであって、まあ、他の方法を市民に知らせる、あるいはもっと魅力的になるように改善すれば、市民の皆さんもそちらの方がいいというふうに思うこともあるかもしれないなというふうに考えています。で、次に対話の障害と役に立つ支援、というものはどういうものがあるかということなんですが、まず研究者側の課題ですね。としては、主な障害は研究時間が取られることや事務的な作業だと。で、役に立つ支援は費用のほか対話の側のセットや紹介活動などというふうに答えていて、報告書では対話活動の促進には所属機関などにおける初めての支援が必要だというふうに、提言しています。はい、次に昨年行いましたサイエンスアゴラ2010のシンポジウム、科学の話誰から聞けばいいのというところで、何人かの研究者と広報官の私が来ていただいたんですけれども、それで行いましたシンポジウムでから伺い知った、知られる研究者の本音というところなんですが、ですね、そこで研究者の対話の目的をどう捉えているかというのは、議論の中からですね、読んでみますと、やはり説明義務ということを感じている。それから、あと予算獲得ですね。で、それから、何かあったときに、平行上に信頼関係を構築しておけば、リスク管理になるだろうということですね。あと、研究者自身が基本的なことを考えやすい権利にもなるということが意見が出ていました。で、台湾の障害で解決策ですね、なんですけれども、まず範囲の目標ということで、何をどこまででもいいのかわからない、あと根本的な戦略がないということが挙げられていました。で、次に、ですね、台湾の障害解決策なんですけれども、研究者側の意見としての問題としては、時間が取れないのに番組が欲しいということで、ここでは科学名携帯を引き出すという意見が出ていました。で、あと口下手な人とかですね、社員の人がいる、すべての研究者を行うべきかどうかという、これも普遍的な問題ですけれども、そういったところで科学コミュニケーターに期待すると、いうこととか、あと、直接話すような形式以外のアドレス活動もあるということを、そういう面にも提供してほしいということが出てきました。あとは研究機関と大学では取り組み方が違って、研究機関は組織的や戦略的にやってますけど、大学はむしろ研究者個別対応的になっていて、一律に問題を取り扱うことができないのではないかという意見もありました。次に、対象側の問題ですね、台湾の障害関係者と考えると対象側の問題ですけれども、研究者がアウトリーチをする先というのは、大きくマスコミと一般市民という2つのセクターが考えられると思うんですけれども、モデレーターの方が NHK の仮説員の方だったので、マスコミの対マスコミということで、議論がたくさんされていたんですが、まず研究者側との知識のギャップがますます広がる傾向になると。あと記事は単純明快な方がいいんですけれども、そうすると科学的な正確さを犠牲にしなければならないということがある。それから報道された記事のポイントがずれてしまっていることがあって、本当に困惑すると。であと、取材時間ですね、どうでもなくて報道されるのが一部のみということで困惑するということが言われていました。それに対する解決策として、自身のギャップを見るのは科学コミュニケーターに期待したい。で、だけれども科学コミュニケーターのポジションは魅力的になれないと良い人材が集まらないのではないかという構造的な意見も出ていました。それから、理系のジャニーズとか見たらいいんじゃないか、研究者もマスコミに歩める気がないかということも出されていました。以上のようにですね、現状と課題というものをおさらいしてみました。で、引き続きまして今回のいろんな実践例の中からですね、こうした課題に答えられるような実践例を見ていきたいと思っています。以上になります。岡田さん、ありがとうございました。今岡田さんからのお話にもあったようにですね、研究者の考えている活動とそれを受ける側の人たちが考えている活動の内容はイメージにだいぶギャップがあるというのが一つ課題として浮かんできていますね。それからやはり研究者は研究活動でもしなくてはいけませんので、それと並行して対話活動をするということに対しての頑張るとか、またどうしていいかわからないというような悩み、それも課題として上がってきて、その解決策の
ーターというのはきちんとした定義、公のオフィシャルな定義のない役割なんですけれども、そうした役割をカーコミュニケーターと名乗らないでも果たしている方というのはたくさんいらっしゃいます。本日は、そうした科学と社会の間に立って科学コミュニケーター的な役割を果たして非常に特徴的な活動、アウトリーチ活動の実例を挙げられた4つの企画の担当者の方にお越しいただいております。これはですね、科学技術広報研究会メンバーの座禅によって選ばれた優れた活動の中から特に広報担当者の役割が大きくさらに新しい試みとなされたものについて質問されることにピックアップしてご紹介しようと思います。それではですね、まず一番最初にレクチャー型のイベント部門としてノミネートされて、これは優秀だということで、ピックアップさせていただいた科学と音楽の理由で生命への姿勢について理化学研究所法で研究所発生再生科学総合研究センター国際広報室の南波直樹さんにご紹介いただきます。南波さん、よろしくお願いいたします。
で、その作品の、まあ、発表会といいますか、コンサートも合わせてやるという、まあ、そういう形です。で、まあ、最初は公演ですね、うちは発生再生センターなので、まあ、そういう生命現象も、不思議さですとか、魅力とか、今どこまで分かっているのかというのを、まあ、市のセンター長から、まあ、30分ほどだったんですが、まあ、なるべくこういうあのスライドとかは、研究者だけで作るんじゃなくて、候補のものが入って、なるべくそのビジュアル的に、面白く映像を見せると、そういうのを伝えました。では、その後、対談がありまして、この右の赤い方が高木さんという方なんですけれども、この今、講演したセンター長と、中村正史さん、今、阪大にいらっしゃいました。以前は、東京でのサイエンスカレッジをやってらっしゃいました。大間ミエタリーに招いて、まあ、今、公演の話について少しディスカッションしたりとか、そのそれぞれの研究っていう営みの中にはどんなものとか、何か作品生活にどういうことなのか、そういうことについて少しお話をしました。で、その後に、まあ作品上映とコンサートということで、この作品上映というのは先ほど申し上げた、その発生予定をテーマにした一つ作品を上映して、プラス、まあ、高木さんが元々持っている既存の曲を、特殊曲だと思うんですけども、今コンサートをやったと。で、まあ、それで非常に短い時間ですので、あまりアンケート結果っていうのは、それほど個人的には好きではないんですけども、ちょっとまあ、他人にせるものはないので、そういう感じになってますが、アンケート、大体まあ、半分強ぐらいで回収率があったと。ちょっと今、政府の数字を覚えて。で年齢が、大体赤が20代で肌色が30代ですので、20代30代を合わせて、80% ちょっとぐらいということで、まあ、非常に私どもがやっているこういったイベントの中では、すごく若い人が集まってくれたというか、職業ですけれども、大学生それから会社員が参加のきっかけ、どうしてこのイベントに来たんですかというのが、どこに興味があって来たんですかという質問が、まあ、一番多いのは高木さん、高木さんファンが集まり来たという、それに対して、竹内さんというのは残念ながら、残念ながらは、まあ、狙い通りで言ってるんですけれども、非常に少ない。でただ、科学に興味があるという人は半分以上いたという、まあ、そういう感じです。で、終わった後に、そのどのプログラム、どの部分が面白かったまあ、一番はその作品上映コンサートという、それから対談のクエスコーラーという、まあ、ことです。で、科学への関心は高まりましたかという質問なんですが、まあ、これはみんなそれ大体いいと言ってくれたと思うんですけども、とても高まったりや高まったで、80% ということです。ただ関心が薄くなったという効果が2倍だというこれは何だったのかというのはあまり考えないようにしました。が最後に、またこのようなイベントに参加したいかといったら、まあ、九州のパーソナルが参加した、まあ、こんな、イベントでした。で、まあこういったイベントというのは要するに科学を、まあ、科学だけでストレートに見せるのではなくて何か別のものと、融合するというんですか、その境界分野でやることによってでお客さんの、まあ、幅を広げたいというのが考えたわけですけれども、それに関しては、まあ、今アンケートをご覧いただきましたけれども結構有効なんじゃないかなというふうに、思っています。でただですね、やっぱりその科学と芸術の融合なんて最近結構言われてますけれども、それはなかなか簡単に、できるものではないなと、簡単に考えているものではないなというのが、この時痛感としています。でと言いますのは、最初にその高井さんに一つ、作品を作ってもらったと言いましたけれども、あの時に私自身がイメージしていたのは、そうですね、その発生現象を、非常に美しく表現した方法的に使いやすい、キャッチーとまで言わないんですが、まあ、そういう何か美しいものを作ってほしいと思って依頼した。でただ結果的にでき
で、ただですね、後々落ち着いて考えてみると、非常にこれで良かったんじゃないかというふうに思います。で、それは芸術っていうのは、一つの独立したものとして、私たち科学に関係するのが、ね、ツールとしてあやつって使うものだとしてありませんので、これはその、芸術されている作家が、やっぱり私たちが編成したものを、自分の解釈を持って、自分の表現で制作するというのが、当然、まあ、作品のあり方だと思いますので、そういった意味で、本当の融合だったんではないかなと、私は思っています。まあ、それに、先に今日お見せしたのは、ちょっとお見せできないんですけれども、まあ、非常によくよく見ると、個人的にはすごくいいなとは思っています。ですので、まあ、何かそのデザインみたいな、そのデザインを発注するみたいな気持ちで、アート芸術というのは、まあ、大事だなというふうに思います。もう一つは、そうですね、あとは、その、まあ、例えば、うちの場合はその発生イメージを見てまして、それをテーマにして作ってもらったんですけれども、やっぱりこれもなかなかそう簡単に理解できるものではないですね。そのちょっと見たからといって、その研究者が感じているような、その生命の、不思議さであったり、コンセプトであったり、そういうことがすぐに分かるわけではないので、そういったものをなんか端末で何か、すごくいいものが期待できるわけではなくて、やっぱりその科学者と芸術家の継続的な、まあ、それに基づいた体操を描いたすることで、やっぱりちょっと継続的になっていくことによって、まあ、よりいいものができていくのではないかなと思います。で、私自身ではなかなかこの後、このくらいの規模のことはできてないんですけれども、まあ、会社自身のことに興味を伝えて、まあ、この翌々年ぐらいですからね、サイエンスアドバルでも何か対談をされていたりですとか、この同じ JST のシリーズで翌年起こした、天文関係をという形で、まあ、少しそういうものが少し行われているので、まあ、それがいいんじゃないかなと思います。すみません、以上です。ありがとうございます。非常に私もこの企画を出てきたときに考えて、音楽と科学の同じく人間活動であるとよくで作ると表現手法が違うんですけれども、意外とも見てみない近いところもあるのかなという感じになります。こうなく企画としてついていらっしゃるというのは、なかなか感性がまた開いた企画というのではないかと思うんですけれども、会場の皆様から何かもしご質問があれば一つ二つお受けしようと思いますが、いかがでしょうか。ではよろしくお願いします。ありがとうございます。サイエンスコミュニケーションに興味があって、最近、社会人をしながら別の活動で、管理栄養士なんですけど、栄養学をもっと伝えるという活動をしております。宮田と申します。今お伺いしていてすごく気になったところなんですけど、やはりこう、独立したものというふうにおっしゃいました、政治のことを。ですので、操れるものではなく、広報のために使えるツールとしては用いることはできないけれど、その視点から、何でしょう、見えてきたものというものは、科学者にとってもまだ見たことのない視点なので、継続的な対応をすることによって、双方によってプラスになるのかなというような感想を受けました。で、そのような科学というものの特性、芸術というものの特性、それぞれあると思ったんですけど、今回もしかして、先に掲げた目標を達成するために、サイエンスが手をつなぐべきだったのは、アートではなくてデザインだったんじゃないのかなというふうに私、感じました。言葉の定義はちょっと違うかもしれないですけど、その点についてどのようにお考えでしょうか。なんかな、そうですね。最初、こういった映像を作りたかったというのを申し上げた、そこのことだったと思うんですけれども、それは申し上げておいて、こちらのイメージ、つまり、研究者が持っているイメージを再現した映像を作りたいというのであれば、それは、科学と芸術の融合ではないと思いますので、その場合はおっしゃるとおり、まあアーティストとデザイナーの、違いというのは、もしかしたらそれぞれ考え方が違うのかもしれませんが、だからちょっと誤解を生むかもしれないですけれども、そういう場合は、
わゆるデザイナー、コンディションワークみたいな形で、こちらの人に沿った作品を作ってもらうという形で最初からやるというのが、まあ、あるべき姿なのかなと思います。また結果的には、こういう高木さんという一人 のアーティストが、非常に真剣に発生のことをいろいろ学ぶというか見て、本の解釈でこういった作品が作れたできたというのは価値があったんじゃないかなというふうに思います。小川さん、ありがとうございます。そうですね、聞いている側だけではなくて、研究者や関わってくださったアーティストの側にも変化をもたらすというのも、やはり大きな要素なのかなと私も思いました。では、このあとまたディスカッションパートの方で長谷さんにご登場いただきまして、またいろいろお話しいただこうと思いますので、その時にまだご質問があるのか、ぜひよろしくお願いいたします。それでは引き続き、出版化体験型のイベント部門から理科教材マッスルセンターの開発と教育機会の広報アウトリーチ活動について、自然科学研究機構、自然学研究所、高校展開推進室の小泉天音さんにご紹介いただきます。小泉さんご自身は研究者としての活動をしてらっしゃるんですけれども、研究者の顔としても、顔としてはまた別に高校担当者としての顔をお持ちでいらして、精力的にアウトリーチの活動をいただいたり、またそういった活動に関わる人材がこの後どうあるべきかというところについてもいろいろとご意見くださったりしている方でして、今回は無理を言ってですね、岡崎の精力研究所から先ほど長田のおととい岡田さんから電話がありましたけどおっしゃってましたが、まさにこのおとといというレベルで電話をしてですね、ぜひ小泉先生にお話しいただきたいとお願いしたところを快く来ていただきました。ということで、本日は先生が開発したマッスルセンサーについてお話ししていこうと思います。それであれば、まあ、我々たち出前授業に行きます。
よということで、出前授業をさせてもらって、もらい始めました。それが2007年、10月以降のことです。で、ここはちょっと出前授業の一環なんですけど、脳は電気信号で動いている電線の塊だよということを説明するのに、まずまあこういった我々の研究室で撮ったような MRI 画像を見せて、それで神経細胞というのがそれはできています。で、これは JP で実態に至った神経細胞です。で神経細胞一個一個というのはこういった順序突起を持っていて、ジグザグという一本長い電線の働きをする繊維ですね。だからもう神経細胞、まあ、あと中学校で言ってよく言います。神経細胞っていうと、細胞っていうとみんな中学生、気孔とか葉っぱの細胞を思い浮かべて、四角かったり丸かったりすることを思い浮かべるんですけれど、神経細胞って実はこういった繊維になっているっていう話をすると、おおっていう、繊維なんだ。で、実際にこれが脳の中にぐじゅぐじゅっと詰まってるんだよっていう話をしたりしています。で、先ほど申し上げたように、これ中学校理科第二分野で実はこういう話は出てきます。本当に図1個でパッと説明したるだけで、もう本当に知識として覚えるだけなんですけども、実はだから電気信号が脳で生まれて、体の筋肉を動かしたりしてるんだよっていう話をすると、まあ、知識としては確かに中学校で習うので見せてるよう言うんですけども、実際にじゃあ電気信号を感じたりとかですね、電気信号で実際にこの神経が、頭から脳から筋肉までつながって、実際にそれで動くってことを、なんか体験的に知る方法ってないかなと思って、いろいろ考えました。これは本当に岡崎市の教育委員会の先生方と、議論しながら作ってきたものですが、まあ社会的な方ですけれども、今の話ですが、脳で考えた電気信号が、脊髄にまで流れていって、脊髄から運動神経を伝わって筋肉そのものもこうやって、電気信号で動くよ。その時のじゃあ電気信号で、実際に筋肉が動くときにこうやって電気信号が出るんですが、なかなか普段感じる人はいない。俺すげえ電気信号を出してるとか思う人はいないわけで、それを感じるために、我々本当に理科の先生たちと一緒にマッスルセンサーという機械を作りました。で、これはですね、まあ、簡単に言えば筋電位計です。筋肉が脳から出てきた電気信号が筋肉に伝わったときに、筋肉で出てくる電気信号を捉える、まあ、筋電位計です。で、単に筋電位計でバリバリバリっていう見せるだけだと、まあ、それも知識だけ、まあ、最後は難しいんだねっていう終わってしまうので、筋電位が出たときに、この一番左の黒と赤のところから出力が、筋電位を検知したときにだけ 3V を出力するようなこういった機械を作りました。というわけで、これ実際に理科教材として売り出しています。19,800円、ぜひ生理系の儲けはですね、これもすごいすごいすごい少ないです。ほとんどは理科教材会社の儲けで言うと怒られると思います1ペッパーなんですけど、生理系の儲けはほとんどないで、怖いです。で、筋肉にこうやって電極を貼ります。で、筋肉に電極を貼って、これは今心筋群に貼ってますので、まあ、こう手を伸ばした状態ではダラーッとしている状態では、ここから筋電図が発生しませんので、ここ豆電球があるんですが、豆電球光りません。ところが筋肉グッと力を入れます。心筋群の手をパーにしてグッと反らせると、大体こういう動作はですね、手をパーにして反らせて、で中学生にいてもどうやろうカメハメハしなさい、ガーッとカメハメハって言うと、みんなこうカメハメハみたいな感じでやってくれて、で、ここで力が入るので、ピカッと豆電球が光る。で、それはあなたの脳の中で出てきた電気信号が筋肉に伝わって、で、それは教科書に書いてあるでしょ。で、その筋肉に伝わった電気信号は普段はちっちゃくて感じられないんだけど、このマッスルセンサーで捉えて、豆電球が光ったんだよっていうことを言ったりします。で、実際にこうやって教科書に書いてあることを単にこのマスク先生がやってるだけなんですけれども、やっぱりこうやって豆電球自分で光るとおおと思うらしくて、これは非常にみんな中学校楽しんで頭に残ってくれます。やっぱり教科書に書いてあるだけじゃあれなんだなと、やっぱりそれは単に知識になっちゃうんだけど、同じことでもこうやって見せるだけで、全然頭に残ってくるので
で、まあ、これは中学校の先生と出前授業の一環として作ったものなのでこういう形なんですけれども、さらに実は我々出前授業として使いたいのはこれだけじゃなくて、こういったものっていうのが最先端の科学でもつながってるんだよと。でブレインマシンインターフェースという言葉をお聞きになった方もいらっしゃるかもしれませんが、こういった脳が活動して、神経が活動して筋肉が活動する時の電気信号を捉えて、それによって、車椅子を動かしたりとかロボットを動かしたりとかロボットハンドを動かしたりとか、そういうのは実は最先端の科学なんだよと。で、マッスルセンサーで捉えた電気信号で今は豆電球光らしただけなんですけれども、この豆電球光らせた先に、いろんなものをつなげて、そして自由自在に脳から出た電気信号で、ロボットの機械を動かそう、そういった研究が今最先端脳科学としてやってるんだよって話をすると、あ、今やったことが、そのまま最先端脳科学につながるんだ、脳科学って大したことないなと思われてるかもしれませんが、まあ、そういったところにつながるっていう話をして出前授業という形を取らせていただきます。で最先端脳科学で実際脳から電子脳に電極を埋め込むというような実験というこういったものがもう最先端脳科学で行われているわけで、こういったところにつながるよという、まあ、マッスルセンサーを通じた出前授業というのをこういった形でやらせていただきます。で現在ですが自然学研究機構の岡崎さん研究所、生理研、分子研、それから基礎生物学研究所、規制研さん研究所は、岡崎市の教育委員会と連携しまして、岡崎市内の全中学校、まあ、全中学校といっても岡崎市内は19校だけですので、東京とか横浜とかとかそういう事情とはちょっと違いますが、岡崎市内の全中学校で、出前授業を行っております。どうもありがとうございました。
説得によりですね、ちょっと来てしまったんですが、まあ、ちょっとどういう CM なのか、見ていただければと思いました。ちょっと音が出るか分からないので、一回やってみます。一般の人向けに何かこう自分の研究成果を発表するということにも
持ちをいかにこう揺さぶられるか、揺さぶることができるか、引きつけられるか、でそこにはその必ずしも細かい情報が必要ではないんじゃないかというふうに思ってるんです。で、ニュースと番組の違い、関係によく似ているような気がするんですけど、まあ、NHK でもニュースを毎日やっていまして、情報を正確に伝えるということをやってますよね。でただそのじゃあ、小さい子供がニュースを見るかといったらおそらく見ないと思うんです。私も小さい頃7時のニュースは必ず見させられましたけど、本当にうんざりして面白くなかったんですが、早くチャンネル変えたいと。ところが科学番組だとすごく私は好きでよく見てたんですね。そこの違い理由は何があるかというと、ニュースってやっぱり情報を正確に伝えようとして、そこに特化してますよね。でところがその科学番組っていうのは、情報の正確さもさることながら、その事実に驚いてもらったり、あるいは危機感を抱いてもらったり、その気持ちを揺さぶることにすごくこう、力を注いでいるのがそのニュースと番組の違いだと思います。ニュースには音楽も何も入ってませんけど、番組には、それこそ音楽も入れるし、テロップ のフォント、書体一つにしても、色にしても、出し方のタイミングにしても、あの手この手を使ってこう楽しませようとか、驚かせようとかっていうことをするわけですよね。で、そこの違いはすごく大きいような気がしていまして、だから PR っていうのは本当に感情論だと思うんですよ。理性的に理詰めで何かを知ってもらおうということよりも、まずは興味を持ってもらうとか、まずはその、なんだろうあれっていうふうにこう前のめりになってその画面を覗いてもらうようなその気持ち作りができるかどうかっていうことが大事なんではないかなというふうに思っています。で、このことを、まあ、これが必ずしも正しいかどうか分かりませんけど、私はそう思っているんですが、このことをその研究者の人たち、うちのその物質大学の人たちに伝えるのは本当に難しいなというふうに、思っているんですけど、昨日もですね、ちょっと実は今日大臣が視察に来るということで、うちを代表する中、非常に立派な研究をしている研究者がプレゼン の練習をするというので広報室のメンバーが呼ばれてですね、でまあいろいろ意見をすることになったんですけど、パワーポイントでずっとこうやってですね、非常にまあ難しい説明だったんですけど、じゃあ広報 の我々が、5、6人集まって意見を言ったんですけど、その時もやっぱりこのグラフは難しいからいらないんじゃないでしょうか、ここはちょっと絵が込みすぎてるからいらないんじゃないでしょうかっていうふうにこう、なんですかね、難しいから解きましょう、これはいらないから、やめましょう、そういうその理屈で考えてここは理解できないからやめましょうというようなその指摘が多いんですよね。ただ、プレゼンというのはやはりこう全体があって、ここが肝だと、そしたらそこが最もその、大事に伝わるように、最もここで驚いてもらう、あるいはこの研究は必要だなと思ってもらうべき部分だと山場を決めて、そこに向かってこう気持ちが盛り上がっていくような形で全体を整えなければいけないと思うんですね。10分のプレゼンなら10分のプレゼンの中で、その人の気持ちをうまく誘導していくということが重要なんではないかと思うんですけど、頭からこのスライドはどうするか考えましょうっていうふうに、全体を見るんじゃなくて順番にこう見ていくっていうやり方をね、我々広報室もしてしまったんですけども、つまり広報室の人だからといってその研究者に何か言えるほど、そのスキルを持っているのかっていうことも非常に、考えていかなければいけないなというふうに思いました。まあ、そんなところですね。で、この PR を作ってですね、まあ、いろいろ人は喜んでくれたと思うんですけど、実はちょっと落とし穴が身内にもあったんですね。落とし穴が候補者の身内にありましてですね、それは何かというと、この PR を作って、私はウェブは全然作れないので、ウェブをHTML とかそういうのができる担当者に、まあ、お願いしたんですけども、少しところ、この PR が置かれたのがですね、ニムスというトップページがあって、その中にニムスの一般公開というのがあって、でその一般公開の中に、いろんな情報がある中の端っこに CM を作ってみましたっていうふうに書いてあったんです。つまり、その先ほどからずっと言ってその人の気持ちを引っ張るものだというときに、これを見ては面白いかもしれない。
ないと思ってその情報を知りたくなるわけですよね。ところがそれがその情報全部見た後の隣に CM も作りましたっていうのでは意味がないと思うんですよ。だからその偉そうなこと言ってますけど、広報室の中でもやっぱりその、どう伝えていくかっていうことに関して気持ちの誘導なんだっていうことが十分周知されてないということは実感したので、ちょっとこれからいろいろ内部で話し合っていきたいなというふうに思っているんですけど、まあ、そんなような失敗も含めてご紹介させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さんの戦略とか発言とかっていうところにすごいこう効果的だったなと思います。では、小林さんに何かご質問とある方はいいでしょうか。すみません。ちょっと時間も押してきておりますので、もしなければこのままディスカッションの方に質問などなど引き継がせていただきたいと思っております。では、小林さん、ぜひこの後ディスカッションパートでも今の戦略の話で、ぜひよろしくお願いいたします。小林さんでした。それではですね、引き続きまして、なかなか私はクアンカーに席を置いておりますが、我々カウンターに席を置いているようなクアンコミュニティーたちにはあまり縁がない部分でもありますが、報道メディア対応部門というのが分かりますね。報道メディア対応部門より NHK 原創デザイン、NIMS 高度経済成長を支えた実験世界一へという企画が取り組まれたんですけれども、こちらを仕掛けられました物質材料研究機構広報室の兵頭智明さんにご紹介いただきたいと思います。それでは兵頭さん、実は兵頭さんのご登場を待っておりました。満を持してぜひよろしくお願いいたします。実は先ほど小林さんもおっしゃったのが、今日任務が非常に大きなお客様がありまして、この対応を終えて筑波さん駆けつけてくださいました。今日この日のためにということで、すいません、まだ雨の雫もついた状態で申し訳ないんですけれども、ぜひ今日の際にご紹介いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。物質材料研究機構、私どもはナショナルインシテュートフォーマテリアルサイエンスといいます、NIMS と言っております。で、実はとこんなに晴れがましいところでお話しできるようなものではないのですけれども、まあ、私どもはこういうことをやりましたということで、まずご覧いただければなと思います。今日は先ほどお話しありました、ちょっと私どもは1500人ぐらいの研究所でございます。そんなに大きな研究所なくて、我々は中小企業だと思います。そのために今日は実は大臣が君にご視察になられているということです。あれですよということで、まあ、高校室では、まあ、何でも屋さんに近いところです。じゃあちょっとまず見ていただきます。
ここで達成されようとしています。実験装置の中に入っているのは耐熱鋼と呼ばれる特殊な鉄です。大熱鋼は高温の蒸気をタービンに送る設備の中にあります。
当者は、大間さんたちの実験が設備の安全を裏付けているといいます。安全性を検証していただくことはすごい意味もあるし、安心して設備を使っていけるというんですかね、今後も頑張っていただきたいですよ。地理地理をやるときはどんだけ大変かというのもあるんですが、そういったことが非常に役立つというのが、これからも頑張る原動力になると思います。どうもありがとうございます。ちょっとこの説明をするとですね、もともとこの話が出る時はですね、振り返れば去年のこれは今年の2月頃に放送をしたんですけども、去年の8月頃か4月頃に一度この報道局の岡本記者というのと話しているときに、うちは事業仕分けを受けたんですよって話になって、じゃまず事業仕分けについての報道をなんか作りましょうよということで、まあ、こういうふうなストーリーにすれば、なんかニュースになるんじゃないですかというのを最初に作ってもらったんですね。でそれがおはよう日本かなんかでなんですけども、こういうステップを組んでやりましょうということでやって、その次に岡本記者と一緒に組んだのは、簡単にあった NHK スペシャルというのに、またベソモのその時も彼はいろいろとうちのニュースの中を見てもらったので、あるセンターについて非常に興味があるからということで、その番組の方に売り込んでいただいて、NHK スペシャルの中に、入ってきたんですね。でその後、じゃあどうしようかという話で、そのデータが あったんですけども、なかなかそれは企業との関係でなかなか放送というか、できないことが非常にあったので、岡本さんと話をしているときに、じゃあ実はこういうデータがあるんです。実は先ほどお話ししていただいた小林さんが、実は中心を言いました。水戸放送局にいたときに、これの同じ素材で同じような話を作ってもらったんですけども、今度のクリック試験というのはいよいよこう世界最長記録になるんですよと。でそれでプレス発表もしたいんだけど、その前に撮りませんかねという話をしたんですね。でそれが1月頃の NHK スペシャルで、そろそろなんかどうしようかなという話をしているときに、そういうのが出てきたので、じゃあこういうネタでクリック試験でやりましょうという話をしたんですね。でここのところで非常に面白かったのは、実はと1月にですね、NHK のラジオに実はとこの話をしているんです。で NHK のラジオで日曜日の朝7時からやる NHK のラジオなんですけども、これは多分ほとんどの人は聞いてないですし、実はと私も聞いてないです。NHK の方にニュースそれを聞きたいので録音をくださいと言ったら、その記者も岡本さんも全部聞いてないんですと言いましたので、それぐらいのものなんですけども、ただその時に分かったんですが、 NHK ラジオの中で、NHK の中でどういうふうになっているかというと、そのどういう存在どういうふうな形で話をしたかというのが、NHK のそのいわゆる中でこれわかるんですかね、この、台本があるのか、なんかがそのどういうものがあるかということで、今度はいろんなところからですね、岡本記者の方に
あの、まあ、引き合いがあったんですね。その中でニュースウォッチ9が一番いいんじゃないかということで、じゃあそこの中でやろうというのが決まりだしたのが1月のちょうど中旬から下旬、中旬ぐらいですかね。で話をして決まったんですけども、じゃあどうせやるなら、まあ、科学のネタっていうのはなかなかそのままじゃうまくいかないよねという話なので、これをあのヒューマンドキュメントにしようと。でヒューマンドキュメントにして、実はとあの非常にこのシクレについて思い入れがあるのは、実はと私はあの2004年の8月にニムスに入ったんですけども、元の会社っていうのはこのまさにこの日本交換の JF スチールなんですね。でその時にじゃあ、まあ、その OB であるとかそれは全部辿っていけるので、そういうふうな今の人とその作った人とそれと今本当にその材料を使っているオイラの話と3つの組み立てでいこうということで、まあ、最終的にこの番組に仕上がったんですね。で実はとそのゴーマークこのサードのやつが実はと視聴率が割り箸が良かったんです、実は。で、同じ話をですね、今度は TBS ラジオが取り上げてくれて、これが放送されたんですね。で、TBS の、まあ、実はと、テレビも収録はされたんです。同じ話ですね。で、それと、まあ、NHK の小野さんと話を、記者と話をしているときに、NHK のラジオでうまくいったよねと。ニュースウォッチ内もこれも視聴率良かったよねと、じゃあ移動のことはダメじゃないのという話になって、現役の話の人たちが終わったので、今度はニュースの中の OB を集まるシンポジウムがあるので、そこのところにやればいいんじゃないのという話をして、ちょっとニュース7に、まあ、放送されることが、まあ、決まって、でそのところで、まあ、その日はですね、まあ、大体2時ぐらいに1時半ぐらいですかね、岡本記者が来て、まあ、実際に我々シンポジウムをやって、そこのところで段取りを出してたんですね。 でカメラマンが来たのがもう忘れもしませんが、大体2時半ですね。でその時に2時46分を迎えましたね。まあ、その3月の11日のちょうど2時46分に私どもこれを撮影しようとしてて、で、まあ、随分準備もしてたんですけども、まあその震災が君のことかなり揺れて、まあ、これもちょっと大変な話になって、もちろん NHK の人たちもちょっと大変なことになりましたですね。とうとうこの3分自体はですね、3月の14日に余震が続いて、まあ、計画停電も続く可能性が一番高かったので、とうとう中止したということです。で、まあ、非常に思い出があって、非常にこう褒めていただくのは非常に嬉しいものですから、まあ、やったんですけどね、非常に積み重ねというのは、まあ、大きいんじゃないかなというふうに思っています。まあ、非常にお互いの話の中からヒューマンドキュメントに していこうよという話もしてやったので、まあ、非常に長い、ニュースウォッチ9の特集としては非常に長い時間いただいて、非常に嬉しいなと思っています。実は私、今来たばかりなので、皆さんがどのような話をされたかというのはちょっと難しいんですけども、やっぱりその、非常に、実はこの目黒地区というのは、今年度でも移設をしておりまして、来年度には財務省の方に返還すると、その、地区ごと全部返還するということになってまして、まあ、この全部、設備も全部、筑波の方に移転するんですけれども、まあ、目黒の方の人たちには随分思い出深い放送になったんじゃないかなと思いますし、まあ、私自身としても前の仕事のところでありました、特にJF スチールの方についてはですね、とにかくこの放送だけは絶対に潰すなという話をしまして、特に中にいろいろなシーンとかがあるんですけども、あれもJF の方からストップがかからないので、私の同期の本社に勤めている人たちにですね、自分でちゃんとやるようにと、若い人に任せるんじゃないよって言って全部仕切ってもらって、JF スチールの中では一応社長にまで話が上がってこういう放送しますということで、まあ、みんな見てもらったというところもあります。まあ、私もこの人の、まあ、十何人という話もありましたけど、非常にたくさんの人に支えられた研究だと思います。
ますし、40年間続いたということで言い換えれば40年間大きな地震がなかった、首都圏になかったということでもあるので、まあ、そういうことでも非常に考えの深いという放送になりました。以上です。どうぞありがとうございました。やはりヒューマンドラマにしようというところでは、まあ、どうやって伝えようかというと作戦の部分があったんだなというところが見えたことと、それから小泉先生のお話にもありましたけれども、やっぱり動画のコミュニケーション、ね、周囲の人たちとの境界コミュニケーションというのが積み重ねられていた結果、これだけ大きな影響、波及効果が出るのではないかなということが見えたかと思います。ではですね、ちょっと時間をしておりますので、このままですね、4名の講談者の方と、それから科学技術広報研究会から、先ほどご登場いただきました理科研究所の岡田さん、それから海洋科学技術研究機構の小瀬さんにご登場いただきまして、6名のパネリストと一緒に科学の話の届け方についてのディスカッションに入りたいと思います。ちょっとレイアウトしておりますので、1、2分お時間いただきます。少々お待ちください。画像を加工して作品を作ってはいただいて
が、個人的に当日やってみて思った印象は、あ、いわゆる深井さんをメンテみたいなとか、そういうアート系のバックグラウンドとかですね、まあ、非常に素直に見てくれていて、その作品に対しても、まあ、もちろんいろんな意見がありながらも、そういったところについて、この人について教えていただけるなというふうに思いました。で、一方で研究者がどうなるのかっていうのは、わからないんですけれども、きっと研究者っていうのは、もっと具体的に自分たちが見ている生命現象や生物現象が、その作品に反映されているということを期待するんじゃないかと思います。で、それが、場合によっては述べない、当然の際に。今も用いるということは十分あります。ですので、そこで、その科学と芸術の融合っていうのはどういうことなのかっていうのをやっぱりしっかり考えてやらないと、単に研究者たちが自分たちが表現したいものがそこに投影されているからいいとかっていうことではなくて、そういうことをだと思ってそこを、しっかり相場に理解が必要です。
接子どもたちと話をしたりするっていうのが科学の世界にはこれまでなかったっていうのがすごい思っていて、で、やっぱりそこで伝えられているものって科学そのものじゃなくてもいいんですよ。一郎が行って一郎が技術を教える、で技術を教えるだけだったら上手い人がたくさんいるわけで、まあ、そういう人が技術を教えるのは重要なんですけれど、科学者を生み出すっていうのはそのトップにいる人を生み出すことによって、その人の持っている情熱とかロマンとかパッションとかそういったものを伝えたい、だから一郎の技術そのものを子どもたちにそのままここはこう見てこうやってっていうのを伝えるっていうんじゃなくて、科学者を生み出すときには科学者が持つ、俺今こんなことやってるんだよ最先端でっていうそのロマンとか情熱を売り出していきたい。そこはちょっと科学コミュニケーションが行う科学コミュニケーションと、我々科学高校が行う科学者を生み出すっていうと、まあ、そこはちょっと違うところなのかなと思ってやっているところです。ありがとうございます。今の話を伺っていると、例えばこうピラミッドで、あまりいいことではないかもしれないんですけれども、より広く、間口を広く多くの人に伝えるのが、ピラミッド下の方の、コミュニケーターがすることかもしれないんですけど、広報として売り出すことは、トップレベルが今何をしているのかという最先端を見せることによって、それが憧れだったり、僕も科学を、極めてみようというふうに思う、そういう部分を作り出す意図があるのかなと、報道では思いましたか。はい、まさにそういうふうに思っています。だとしましたら、その際に対象となるのはやはり未来があったり、これから研究者になるかもしれない子どもたちを対象にその部分を見せること、とても意図があるなというふうに思いました。しかしなんですけど、私その管理栄養士という資格を持っておりまして、一般の人に栄養学という学問をより分かりやすく伝えて食生活を変えていくにはどうしたらいいのかということを、普段から5年代のように考えているんですね。となりますと、子どもだけが対象ではなく、大人自身、大人にも興味を持ってもらうような大人の食育と私は呼んでいるんですけど、そのようなこともしていきたいというふうに思っているんですね。これちょっとなんか悩みを相談しているような形になってしまうんですけど、そういう際っていうのはやはり今お話しされたようなトップレベルの何々を話すというよりも、その、下の方ですね、より広く分かりやすく話すということが必要だと思うんですけれども、最初大人の場合どのようなやり方があるとお考えになられますか。科学の場合にはそういう意味では、特に脳科学の場合には大人の方がよりたくさん子どもよりも知っているかというとそうではないので、特に僕が対象としている脳科学の場合には、大人の方でも今日お話したマッスルセンサーのような話をすると、おおって思ってくれるので、そういう意味ではそこの際は脳科学の場合はないかもしれません。大人の方も素直に喜んでもらいます。ただもちろん科学コミュニケーションとして今ある知識を分かりやすく伝えるっていうのはまずないといけない、まあ、その両輪かなと思いながら思っています。そして今大人に伝えるというテーマが出ましたので、このテーマに少しお話を伺っていただきます。長さんがやってらした科学の有名は割と若い人をターゲットに置いてなさっていたということで、も大人に向けての発信とはどうあるべきかというテーマにちょっとふさわしいかなと思って生さんにアプロードしているんですけれども、我々の未来館でも20代30代の集客というのはなかなかこう数としてこう全体見ると難しいところがあったりするんですよね。その大人に向けての発信というののポイントというか、どういうことが重要、特にその科学と社会の橋渡しをする立場としては重要だとお考えでしょうか。それをそこにたどり着くまでにいろんな入り口があって、例えばそれはヒューマンドラマ
方法を磨くというのは確かに非常に重要ですね。デザインもその一部かもしれませんし、また先ほどの兵庫さんやこれらの話にあった、まあ、どういうところをこう感情に訴えかけるのかというところも大きくそういう要素があるかなと思います。では長谷部さんにお伺いしたいんですけれども、テレビ番組、まあ、この後はまたあったかなと思うネタバレにならない程度にですね、テレビ番組に仕掛けるというような時に、そのコンテンツの表現方法としては、まあ、テレビって非常に大きなメディアなので効果大きいと思うんですけれども、うまくそのテレビを巻き込んでいくというこの役割について少しお話しいただけますでしょうか。そうですね、今お聞きしてた中で、僕が今感じている、まあ、誰に対してというか、まあ、大人に対してこうという話なんですけど、内容というとなると一番間違っちゃうのはですね、先ほど僕が小林さんの CM で一つ感心したところがあって、要するに感情に訴えるんだと、意外と科学者研究機関伝えるときに何を重要するかというと、正確性っていうことを間違っちゃいけない。これをね、あまりにも前に出しちゃうときがあって、それは2番目の段階で入り口から正確性をきちんと伝えよう、全部伝えようとしちゃって、聞く側がトゥーマッチになっちゃうっていうような、僕はそういう感じがしてて、で、私が、まあ後でちょっといろいろお話をするんですが、いわゆるニュース関係、先ほど小林さんがおっしゃったニュースって何か正確に第三者的に伝える、でその他のいろんな、まあ、情報だとかバラエティだとかスペシャル番組、ドキュメンタリー番組とか感情に訴えて、それっちの方が昔のプロ野球選手が言った記録よりも記憶に残ることをやりたいという選手がいました。そういうところも科学にあってもいいんじゃないかと。もっと平たく言えば、その相手、大人、子供って言いますけども、いろんなチャンネルでみんな情報を得るわけですよね。今インターネット一本っていうわけでもないし、親から聞く、子供から、子供は親から聞いたり友達から聞いたものでいろいろ詐欺するたりしてくるということがあるので、そういうものをあまりこれでなきゃいけないとかっていうこともなくて、いろんなチャンネル、いろんな層に我々は発信していくということを、それが正確性がある程度、その何ていうか、全部伝えなくても入り口だけ、さっきのように、ニュースメディアの CM 小林さん作ったように、こうどう驚きだけみたいなものだけでも伝えると、そういうことに対してこう我々はもう少し寛容になってですね、伝えていくという方がなんとなく正確にないかにっていうと、一般の人って言い方はこう普通の人が上から聞いてる、上からなんか、ちょっと、おかみから聞いてるみたいな昔のことで、そういうふうに捉えがちなことがあるような気がするので、その辺はあまりこう突き詰めないで、いろんなチャンネルでいろんなメディアを通して、ミニメディア、マスメディアを通してですね、やれることをやっていくっていう、こうラフな感じがあえて言うならばいいんじゃないかなという気がしています。やっぱり広報の立場とすると、やっぱり研究者が話をするプレス発表でもそうなんですけども、あるいはお客様への説明でもいいんですけど、とかく難しいんですね。それは彼らの学会の中での世界で前提となっているものがある程度違うので、それを恐れずに、まあ、研究者に対していろいろズバズバと意見を言うというのが広報の立場だと思うんですね。目線としては一般の方に近づけて、あるいは一般の方の方からどう考えるんだろうなというのを言いますから、私どもの研究所の中でも筑波大学と一緒に教授の方、まあ、研究者がいっぱいいますけれども、そこにズバズバ意見を言うというのが広報の立場だと思うんですね。私は実は江崎レオナさんに一回ちょっと書いてもらったものがあるんですけれども、それはあえて江崎さんはここは間違ってるなと思ったので赤を入れましたですね。それは江崎レオナ先生にここはどうですかというのを聞いたんですけども、それで OK ですということで書いてきたので、それはやっぱりこちらの方が正しいなと思ったら、それはやらなきゃいけない仕事がやっぱり広報の仕事だと思いますし、それはとかく研究者の、まあ、我々の研究も分かりづらい部分はまだまだあるんですけども、できる限り分かりやすく直していくっていうところは
大事なところなんだろうなと思いますね。ね、あの今の話を聞いていて、さっきのお話に戻るんですけど、その、まあ、高校とかサイエンスコミュニケーション主体はどっちなのかということなんですけれども、まあ、私がやっぱり言いたいのは、村ピュア一人ではあらふうなスターダムには乗せられないでしょうということですね。やっぱりいい監督か、いい脚本か、いい演出家がいてから、いて、映画、いい映画という場を作るからこそ、まあ、彼の良さが出てくるわけであって、やはり、その広報官とかサイエンスコミュニケーター、科学コミュニケーターのと二人三脚で、同じペアとして認めていただいて、いい一つのパフォーマンスをするというふうに捉えてやっていくのがベストなんじゃないのかなというふうに思っています。ちょっと前の話に戻りますけど、大人が子供かとかっていうことではなくて、何かこう科学を、ね、伝えようとするときに多分2つなんだと思うんですよ。知りたいと思っている人に伝えるのか、それとも全く興味がない人に何とか伝えるのかっていうことだと思うんです。で、知りたい人に伝えたいときはその人は欲しているわけですから、どんどん情報を流してあげればいいんですね。これはもう論理的であっても何でもいいと思うんです。で、問題は我々が難しいと思っているのは、その知りたいと思ってない人たちにどうやって知ってもらうかですよね。で、そこはやっぱりその何らかのテクニックを使わなきゃいけないと思うんです。それは面白いから聞いてくださいという呼びかけではないと思うんですよね。相手にその面白いと思ってもらう気持ちを作るというところが我々の仕事で、そういう意味で言うと僕はさっき小泉先生のマッスル先生でしたっけ、あれはすごいなと思ったんですけど、その、まあ、脳なのでね、子供も興味持ってるかもしれませんけど、多くの子供が、まあ、科学に興味持ってないというふうに仮定したときに、腕につけた装置が自分が力を入れたら電気がついちゃったってすごくないですか。そうするとなんでこれ電気つくのって次には思いますよね。そうするとそのなんでつくんだろうって思った気持ちの段階で脳の説明をするとすんなり入りますよね。スポンジの水と一緒ですよね。カラカラに乾いてる時にちゃんと与えてあげれば入ってくるんですよ。ところがもうお腹いっぱい、別にこんなこと知りたくないっていう状態の時にいくら水をここだって吸収してもらえないわけで、そのカラカラの状態にするにはどうしたらいいか、研究者の方々が説明する時もそうですけど、その難しいグラフ、この難しいグラフが分かってもらわないと俺の研究の本質は分かってもらえないんだよという時に、広報の人がいやグラフは難しいからやめましょうよではないと思うんです。そのグラフが知りたくなるような気持ちをじゃあ作りましょうよ、グラフを省くんではなくて、それをそのグラフを努力して理解したくなるような気持ちを整えてあげるっていうのが広報の役割で、そこのその誘導というのを我々やっていかなければいけないんじゃないかなというふうにすごく思います。だから2つだと思うんでね、誰に対して出すのか、それは大人子供ではなくて知りたい人に出すのか、それともそうじゃない人に出すのかで戦略を変えるっていうことが重要なんじゃないかなというふうに思います。誰に対してなかなか今の平時に休止しまうので大変失礼いたしました。
で非常に大きいテーマですし、まだまだ議論も尽きないとは思うんですけれども、すみません、少し時間が押してしまっていますので、最後にこの科学コミュニケーターの役割というものについて、皆様に一言ずつご意見いただければと思っております。まずはじゃあ、南波さんからよろしくお願いします。今のお話の流れの中で言うと、やっぱり一緒でして、うちで今、うちのセンターで10年くらい経つんですけれども、割と最初の頃からこの科学コミュニケーションというポジションがあって、途中で起きてしまった良くないなということは、科学コミュニケーションをやっている、広報室ですけれども、広報室にはいろんな情報が蓄積してくるので、そこである程度回せるようになってしまうということがあるんです。もうそこにネタが蓄積していて、自分たちでも回せて、研究者がなかなか前に出てこなくなってしまったという状況が地域であって、それは僕たちが、そこを意識してなかったんですけれども、本来であれば、常に研究者とコミュニケーションを取って、自分たちは、それこそ二人三脚か、職場であるか、そういう形で、やらないといけないのが、自分たちがいつの間にか何か、主体に何かできたという時はありましたんですが、一つは、割と今までやってたことっていうのは、科学はこんなにいいでしょうという、面白いよねというのを一生懸命訴えて、でもそれだけはやっぱりまずいだろうなという気がしています。で、その科学の、両方の側面を見せるという、役割を担っていかないと、なかなかこういう、仕事の中に重要性が立ち位置というか、科学コミュニケーターに期待することみたいな。そうですね、役割として。役割として、やはり先ほどちょっと話も出てましたけれども、科学広報も実はそうなんですが、研究者に何か言える立場、何か科学コミュニケーターが研究者にそらないだろうとか、突っ込めるような。いや、その研究おかしいだろうとか、情報発信の仕方もそれはないだろうとか、もうちょっとでも情報発信だけじゃなくて、もうちょっと科学全体の、動きとか方向性とかまでに科学コミュニケーターが口を出せるような何かこう、もうちょっとそうですね、研究者と対峙する時には対峙するっていうようなことができるところ。成長していくといいのかなと思っています。そうじゃないと、ただ単に科学者の言うことをそのまま分かりやすく伝えるだけになっていくような気がしてしまうので、ここは対峙関係がうまく作れるぐらい、コミュニケーター、コミュニケーションという分野がより確固として発展していくのが重要かなと思いながら思っています。研究者の時に間違うので、そこはちゃんと口を出す。それが重要かなと。私の方から言うと、研究機関、それから、研究所なり、大学なりあると思うんですが、例えて言えば、ホテルと考えたら、今流行りのコンシェルジュが我々の役目だというふうに思っていいのかなというふうに思います。すいません、よくわかんないんですけど、まだなんか若いですね。ただ僕自身として思っているのはやっぱワクワク感を伝えられるかどうかっていうのがすごく大事な気がしていて、ついこの間ある大学の先生に科学がワクワクするものだというふうに未だに思っているのは稚拙だと怒られてですね、これも今原発もあったりいろいろあったからでしょうけど、その後に踏んで何を言ってんだっていうふうに怒られたことがあるんですけど、それでもやっぱり僕は科学がワクワク感だと、信じてですね邁進していきたいと思います。そういう形で研究者を巻き込んでいきたいと思っております。私はさっき言いましたけれども、プロデューサーであり、コミュニケーションという場を作るプロデューサーであり、時には脚色をするような脚本家でもあったりというような、そういうバックページのクリエイターだというふうに思っております。いろんな広報のお仕事というのはいろんなもの
動というか、プレス発表の部分でいうと通訳かもしれませんね。その研究者に言いたいことを伝える、あるいはそのチアの人のことを伝えるというのは、どうしても言葉が噛み合わない部分もありますね。あとイベントを一般公開でとか、あるいはそのフェスティバルとか、そういうところに、まあ、あるフェスティバルとか、いろいろ悩み合って、我々もいろんな催しをするんですけど、まあ、お手伝いに行くんですけど、その時はエンターテイナーかもしれませんね。まあ、一緒に遊びましょうと。ただ単に一緒に楽しく遊ぶのも、それも仕事だと思うので、まあ、きっと非常に幅の広い部分があると思うんですね。ですから、まあ、今日はたまたまそういうビートな知らせで、でまあ、実は私がその現場での責任者、あるんですけど、その時やっぱりいろんなことを知ってるということがあるのかもしれない。だからいろんなところにポケットがあって、あ、この人はこういうこと聞いてんだと思うと、他の人よりも早く私の方が出してるというところもあるので、まあまあ、なんでしょうね、それが候補なんだと言ったらそれでしまいなのかもしれない。そういうものだと思ってます。はい、皆様ありがとうございました。それではちょっとお時間も遅いですが、会場の方から何かどうしてもということがございましたら手を挙げていただけますでしょうか。なかなかこう皆さんを巻き込む議論というのが仕掛けとしてうまく機能できなかったので、私ファシリテーターとして大変反省をしておりますが、よろしいでしょうか。で、あと皆様にもうちょっとお詫びをしなければならないことがありまして、私今日ですね、アンケートの印刷を忘れていたんです。すみません、大変運営側で申し訳ございません。本日のですね、イベントについてのご意見をいただければと思っていたんですけれども、もし差し支えなければですね、お配りしている資料の、どこか一番上のページの裏にない、まあ、読めとしてしまいましたけど、どうしたらいいですかね。ご意見をぜひいただければと思いますので、申し訳ないんですけれども、もしよろしければ何かご意見等々を書いてお渡しいただければと思っております。本当に申し訳ございません。あと、科学技術法研究会のウェブサイトがありまして、そこに、まあ、入会申し込みの、案内をするページがあるんですが、そこに事務局のメールアドレスがありますので、そこに、そこにお送りいただいても結構です。本日、はい、よろしくお願いします。素晴らしいフォローありがとうございました。私、長年イベントをやっておりますけれども、こんな事態に直面したのは初めてです。なぜよりによって今日というのが一番大きな反省点でございます。本当に大変失礼いたしました。で、あとですね、先ほど少しご紹介しましたけれども、この後こちらの会場をこのまま使いまして、今、アメリカとして登場していただいているジャムステックの長谷部さんに、テレビ番組との科学のトピックをつなぐということに対して大変実績のある方ですので、その凄腕広報担当官、長谷部さんの素晴らしいショータイムが、ショータイムですよね、ございまして、いろいろお話を伺える勉強会を開催しますので、普段はクローズドで、JAXA の会員だけが対象なんですけれども、今回、公開勉強会ということで、どなたでもご参加いただけますので、ぜひこの科学のトピックとテレビと、っていうつながりに興味のある方はこのまま残ってご参加いただければと思います。お時間は18時までで、よろしかったかね。はい、お時間18時までとなっております。それではですね、本日はワークショップ科学の話のご受け方においでくださいましてありがとうございました。ぜひこれからの科学の話の届け方についてご興味を持っていただきまして、いろいろな会場でまた皆様にお会いできることを楽しみにしております。じゃあパネリストの皆さんも本日はどうもありがとうございました。お帰りになれる方こそ、ぜひもよろしくございませんので、どうぞ帰りの日、足元にお気をつけくださいませ。